小笠原貞党は、江戸時代の浪人。小笠原貞頼の彦と称した。通称は区内。1727年に貞党は、曽祖,祖父、貞頼が、徳川家康の命を受けて1593年に、小笠原諸島を発見したという、辰巳無人陶器の記述をもとに、小笠原諸島への渡航と領有権を町奉行、大岡忠介に願い出た。 翌年に一度は許可されたものの、先遣隊として1733年に、大阪から出発したおいの小笠原町明らが、遭難してしまい消息を絶ってしまう。佐田党は、再度の渡航を願い出たが、佐田党の出自を怪しんだ、武行者の調べにより、辰見無人陶器は、議所と断定され、関わり合いを恐れた小倉藩主の小笠原宗家からも、親族関係を否定されてしまった。 このために1735年佐党は罪に問われ、財産没収と重追放に処せられた。佐党が佐田より探検の証拠として提示した、辰見無人闘記は、内容が、福国言決まるによる探検報告と著しく相違しており、かつ、亜熱帯に位置する小笠原諸島ではありえない記述が多く見られている。このため佐党が提出した、辰見無人闘記については、 銀書とみなされている。1669年に長江門らが漂着して以降、人が住んでいないため無人島と呼ばれていた小笠原、諸島はこの一連の騒動によって小笠原の島名も定着していくこととなる。ありがとうございます。